林屋台は1台ずつ北方向へ行進中でございます。林屋台は本来この祭りの客分でありましたが、明治以降次第に主役の座に座り、しかも町屋が栄えるにつれて各町が競い合いながら今日の豪華な屋台となりました。皆様ご覧ください。屋台正面の上部には金、赤、赤色と彩りも鮮やかな下女などの彫り物が飾られ、朱塗りの柱や甲羅に加え、ぼんぼりや見返しなどのあでやかさが多くの人々の目を引きつけます。ただいま行進を始めました柳町組の林屋台は、九町組の中でも最も大きな林屋台でございます。上段には三味線を弾く妙齢な娘と人合わせの師匠、下段には3列から4列に小太鼓の早乙女が座り、その脇に横笛の笛師がついております。神社より霊の文字を与えられている城内組でございます。奏でます音曲は観覧でございます。また小太鼓を演奏する乙女たちの手元にもご注目くださいませ。手袋を着用している上組、またつけていない上組とそれぞれに違いがございます。城内組は早乙女たちと一緒に凛々しいお姿の男の子も登場してございます。続いての林屋台は、帳印に真の一文字を授かっている立ち待ち組でございます。かつての立ち待ち組は半生、明治、大正期の商業の中心地として繁栄を極め、上、中、下組の3代の林屋台を持っておりました。奏でます音曲は松の緑でございます。
来館所、参勤交代の本陣宿、牧本陣宿が置かれ、多くの人々の往来の宿泊が盛んで、宿場町の中核を成し、明治の初期には6軒ほどの旅籠があり、土蔵を持つ豪商の店が立ち並び、大正期までは商業の中心として繁栄を極めたところでございます。は長印旗印に火伏せの棒の一文字を授かる大町組でございます。大町組は120人前後での担ぎ屋台を続けてまいりましたが、昭和46年を最後に押し車屋台となりました。奏でます音楽は祇園林でございます。大町組、水沢城の正面に位置し、かつての奥州街道の通りが大町でございます。大町からの城の出入りは大手増方と南増方の2か所の門に限られ、厳重に管理されておりました。大町の町屋にはかつて漁網関係などの数多くの商人たちが軒を連ね繁盛し、さまざまな通達をあげる考察場もございました。ご来場の皆様、いかがだったでしょうか。9台の林屋台